はい。どうも、始まりました。サンドバイシティマチャンネルのつからなや子です。よろしくお願いします。というわけで、今回は、マンダロリアンレビュー会、雑談会でございます。あ、気づいちゃいました。ね、ここにね、相棒がいます、今回は。ね、小脇はモンキーリザードちゃんでございますよね。スターウォーズだね、彼お馴染みでしょう。最近、マンダロリアンでもね、野に放たれてましたけどね、ジャバとかも飼ってました。私みたいな喋るんですよ。ここにね、 ほら、口、も何パターンか喋る。もうね、耳はね、当たんのよ。これあの、海外のディズニーワールドのギャラクシーズエッジでね、売ってる <laughs> うるうるサイダーってやつなんですけども、これね、あの、肩パッドが実はこれ入ってて、こう止まんのよ。すごくないですかこれ。ほんと、磁石とくっついてて、ね、かわいいでしょね、まあ、それだけなんですけども、今日は彼と一緒に、えっ、ー、と、レビューしていこうと思います。はい。 というわけで、えっとね、前回先週できなかったんで、ちょ、3話4話総括してレビューって感じでいこうと思います。前回がね、59分あったのかな結構長くて、あの、ミナリのね、リー・アイザック・チョン監督が撮ってまして、 面白かったですね。なんか、なかなか今まで描かなかった、ね、コロさんとのね、あの、平和になった感じの街並みを描いてくれて、なんか、ゲームのね、オープンワールドやってみたいな感じでね、とても良かったと思いますよ。ドクターパーシング会でしたね、前回はね。ピーアイザックチョンっぽいっていうか、ドラマ部分をね、フィーチャーしたような感じの1話でございましたけど、ね。 パーシングね、残念な結果になっちゃいましたね。なんかそんなやっぱ悪いやつなかったですね。やっぱね、だったのに、あの、何しイイでしたっけイライヤー系でしたっけあの、通信士官彼女がね、うまいこと引っ掛けてね、はめられちゃいましたけど、まあおそらく、もフギデオンとまた繋がってるんでしょう。ちょっと長かったかなもうちょっと短くてもね、僕ドラマはいいかなと思ってる中で。で、前回ね、最終的に、えっと、マンダローアのね、えっと、泉使ったってことで、アーマラーにね、えっと、ボカターンとディンジャーリンが許されるっていうね、あの、結構あ簡単に 許してくんだなみたいな感じでね、僕は多分びっくりしましたけど、ね、ディスウォッチだとね、チルドエンズウォッチ入ってね、あのー、いいお前も許してくれるみたいな感じで、あ、そんな感じでいいんだ、みたいな、まあでもね、いいじゃないですかね。そもそもマンダロリアの仲間ですからね、仲良くやっていきましょうよっていう感じの1話でございました。今回来ました第4話。今回33分かな。 今回はカール・ウェザーズが監督で、デーブ・フィローニーが脚本かなっていう中でかなり期待した1話だったんじゃないでしょうか。で、4話でしょもう折り返しですから。え、ちょっと衝撃のね、いろいろサプライズもありっていう1話でございました。 はい。で、まずね、最初ね、あの、アンバーとしてね、チルデン・オブ・ザ・ウォッチの仲間たちが、あの、水辺でね、相変わらず修行してるみたいなね、とこから始まり、で、そしたらね、今度はね、でっかいね、鳥みたいなクリーチャーにさらわれてしまうというね、あの、最初出てきたね、えっと、子供ですよね。二話か、1話か2話か出てきた、冒頭出てきた、洗礼を受けたら子供が、いきなりさらわれちゃうと。それはみんなに追っかけて助けに行くみたいなね、感じでございましたけども、<laughs> 相変わらずね、治安悪いっすね、あそこね。<laughs> なんかね、もう早く引っ越したらいい方がいいんじゃないかみたいな、海外の。 ファンが言ってましたけど、まあいい、いいんですよ。もう、そ,もうそんな突っ込んだらね、スターウォーズはもう見てらんないから、もう、ああいうところできっと、マンダロリアンたちは、あえてね、治安悪いところで、まあ、生活することによって、体自身がね、強くなっていくみたいなことなんでしょう。もう、そうしましょう。<laughs> まあ、大変でしたけどね。だって、あれ、結局、パズ・ウィズラ息子だったわけでしょ。ね、結構とんでもない大事件にね、だって、ウィズラ家ね、子孫ですから。 結構大事件ですからね。あんなの突っ込まれちゃったらね。まあなんかなんとかあれをみんなで助けに行くっていう展開で。で、僕、えっと前回の動画がね言いましたけど、今回ね、いいのがね、ジェットパックの使い方がいいって言ったじゃないですか。っていう中でやっぱ良かったですね。 ポーズの世界で自力でまぁ、あ、自力じゃないですけどパンダルエンたちはね背負ってますから自力で飛べるっていうキャラクターがあんまいない中であれをちゃんと飛んでくれるじゃないですかであの描写がとても良かったしなんか不安定に飛ぶじゃないですかまぁ、あ、そもそもねジェットパック事件つっ,ったらねボーベットがね一応同シックスでね誤作動を起こして穴に突っ込んでまぁ、あ、死んじゃうまぁ、あ、死んでなかったですけど落ちちゃうみたいなとあってジェットパックっていう使い方がどうやって使うのかとかまあ、あの辺の見せ方が面白かったんですけども今回そこをね結構フィーチャーされてる気がして あの飛んでるか不安てな感じとか直着地するときに、特にね、デンジャーリンがね、毎回ね、クラクラって落ちるんですよ。ああいう感じのところもとても良かったし。なんかね、あの感じがね、やっぱあの、ロケッティアって映画があったんですけど、ロケッティアっぽいなと思って見てたんですけど、いや、そもそもこれね、ジョン・ファブロでしょってことはこれ、そう、なんか見たことあるなと思ったら、これ、アイアンマンっすよ。 あの、飛び方ね。不安定さとか、あの、ああいうのも、ブーって飛んでて、落ちるときとかね、ふわっと落ちる感じとかね、似てる感じがね、結局ね、そのジェットパックの燃料切れとか、ああいう描写もね、とても良かったと思いますし、そんで、ギリギリ追いついて、で、今回ね、まあ、大変だなと思ったとこもう一個ありまして、ね、やっぱね、マンダロリアンの、まあね、これ内部のね、裏側の話ですけど、あれ着てる役者たちが、あの、崖登ったじゃないですか。 あれめちゃくちゃ大変でしょ多分、うまいことなんか映像トリックとかであんな大変にはしてないとか、もちろん犬地なとかつけてるんでしょうけど、あの、この崖をね、背面に上がっていくって描写もね、とても見てて、すげえとかにね、バズウィズラとかあれめちゃくちゃ大変すかね、重装備背負って崖登ってっていうところもね、しっかり見れてね、うわ、なんか頑張ってるな、みたいな、まあちょっとなんだろうな、BK 映画みたいなね、あの撮り方してましたけども、とてもね、個人的にはね、面白いなと思いました。はい。で、鳥の巣まで行ってみたら、実はお母さんだったと。 まあね、あるあるですけども、そしたらね、子供ちゃんが3匹いてね、あの、まあ餌にしてたわけですよね。で、なんかね、そんで結局、まあ、奪還できたんですけども、お母さんバーとかお父さんバーとか死なないですけど、出てきたでっかい恐竜にバグって食べられちゃう。あそこちょっと切なかったですね。うん、まあ、しょうがないけども、まあ、弱肉強食ってことでしょう。<laughs> 今度はまたね、孤児が生まれてしまったという中で、あの、恐竜ちゃんの子供たち3匹を、チルドン・オブ・ザ・ウォッチのね、洞窟に連れて帰ってくるみたいな展開もありましたし、彼ら3匹また ななんかなんんかかとして出て出くるんで、しょうで今回ね、大事だったのが、もうずっと予告編でね、流れてました、オーダー66のね、事件で、一体誰がグローグちゃんを回収してきたのかっていうところに、ようやく踏み込んであのシーム出てきましたね。ジェダイたちがね、う後ろでね、戦ってるみたいなところを出てきました。で、アーマラーがね、ガチンってやるのに対してね、グローグちゃんがフラッシュバックしていくみたいな展開で、あれだけちょっと動かんなったんですけどね、なんであの、バチンってやったことに対してフラッシュバックしてるのか、なんかああいうシーンがね、例れば、 鉄で挟まれるシーンとかね、扉で挟まれるシーンみたいなことで思い出してるのかなっていう中でなんかちょっとね、フラッシュバックスとのリンクがうまくしてないような気はしましたけども、ブログちゃんがエレベーターま逃げてきてね、エレベーターのドアがね、開くシーン、あそこね、引っ張って引っ張って、で、その前にね、彼らの元に連れてけってセリフが出てきて、彼ら、彼らっつって、誰だ彼らってそんな奴いたからみたいな思ってて、 ブワーってエレベーターのドアが開いたら、ね、あれ一瞬、お,おサメル・ジャクソンとメイス・ウィンドウかと思いましたけど、違いましたね。これがカレラン・ベクっていうキャラクターで、カレラン、カレランって言われてましたけど、これね、あのね、もうわかんないっすよ。こんな子されても、本当に。海外のね、あの、スター・ウォーズ結構コアなファンはわかるかもしれないですけど、日本人じゃまあわかんないでしょう。 あれがね、ジェダイテンプルチャレンジっていう、えっと、YouTube のチャンネル、もともとディズニープラスで配信する予定だったんですけど、もっとね、えっと、子供たちに見せたいっていうんで、さっきは YouTube 配信になったんですよ。っていう、ジェダイテンプルチャレンジっていう、言ったら、ゲーム感覚で子供たちを集って、それをなんか、勝った人たちに、えっと、ジェダイのライトセーバーとか与えるっていう番組があって、これね、YouTube でもね、あの、英語で検索したら出てくるんで、で1話、1本22分、23分、24分くらいの、えっと、動画で見れるんで、ぜひとも見てみてください。この、えっと、言ったら、 MC みたいなことをつかさってたのがカレダン・ベグさんだったわけですね。 これね、面白いですよね。このね、ヤングリングってね、英語でも言ってましたけど、まあ、ジェダイのね、えっと、弟子たちを育ててるっていうキャラクターで、ジェダイ・センプル・チャンジーって番組やってたし、グローブを作ったっていうのが、その、ヤングリングを育てていたカレラン・ベグっていう中で、うまいけど、マニアックだな。わかりづらいわ、ほんと。ただ、これもすごくて、ね、このカレラン・ベグさんって言ったらですよ、本名がね、アーメイド・ベストさんって言って、ジャージャー・ビンクスのね、えっと、声とモーションキャプチャーやった彼なんですよ。 ここはちょっとね、感動的でしたね。まあ、ある意味、スターウォーズ側の罪滅ぼしじゃないですけど、まあそういう意味もちょっとあったのかなっていう感じもして、まあね、ジャージャーがね、あんなことになっちゃいましたから、思った以上に嫌われちゃいまして、まあこれ別に、アメのベスさんが悪いってわけじゃないですからね。ああいうキャラクターだってうざい、うざいって言われてますけど、まあうざいキャラクターとして作ってるから、まあそれはうざいんですよ。だから別にね、彼が悪くないんですけども、あまりにね、誹謗中傷が多くて、当時病んじゃって、 なんか自殺ミスでも考えたみたいなことをコメントされてましたけど、っていう中で今回。 グローグを救うっていう超大役ですよ。を担ってくれて、そしてあのね、ダブルライトセーバーでバンバン戦うし、めちゃくちゃ強かったじゃないですか。で、あの、オーダー66の中で、彼が助け出してるわけですよ。これすごいですよ。あのクローントルーパーたちをね、しかも二重三重に包囲されてるじゃないですか。抜き道がある時代テンプルといえど、あれは確かになかなか大変だったのかもしれないですね。あれは多分おそらくアナキンが指示してるんだと思いますけど、ダブルライトセーバーを使って、 なんすかね多分ねあのライトセーバーのさばき方とかあの銃の弾き方とか見るとねあのオビアンと同じストレスの使い手なのかもしれませんね。今気になるのが彼らがグローブちゃんを誰のもとに届けたのかっていうところも恐らく今後描かれるんでしょう。 っていうとこで、いやーもうビッグサプライズ良かったねって、アーメドベストさんもコメント出してましたし、やっとなんかね、ありがとうみたいなスターウォーズみたいなの言っててくれて、なんかちょっとやっぱ引っかかってたからね、スターウォーズファンとしては、あの彼に対してね。実写よりは僕ね、クローンウォーズとか見た方ならわかるかもしれませんが、クローンウォーズのジャージャー・ビンクスとの方がの結構うざいですけどね、なんかね、イラッとするのはわかるかなっていう、まあそういうキャラクターなんでね。 はい。で、最終的に、えっと、ボカターンがアーマーラーにね、外れてしまった、また、この肩パットをね、肩パット、肩アーマーを作ってもらって、実はミソソを見たんだけど、っていうのを、アーメラーはね、はいはいと、ま、ですよと、ま、そういうのを見ることあるよみたいなこと言いなされてましたけど、まあ、 やっぱちょっと今回気になったのが、まあ、とてもね、僕的にはジェットパックもね、大活躍したし、ね、アメイドベストさんも出てきたとてもよかったんですけども、ちょっとやっぱりその、物語自体がちょっとチューブラリーになっちゃってる感じはするんで、なんかゴールが見えないっていうか、 結局、そのね、マンドラの泉に使うっていうね、目的が早々にクリアしてしまってるので、ネ、ね、ボカターンもね、結構すぐね、なんかご機嫌直しちゃってるんで、どこに物語が帰着するのかなっていうところはちょっと気になるような1話っていうか最近でございます。ただまあ、まだ4話なんでね。あと4話あるから、これ逆にどうするんだっていう中で、やっぱ重要になってくるのが、まあ、ミソソとのね、会合でしょう。 と、やっぱり、えっ、ー、と、イライア・ケイン、前回第3話できたイライア・ケインが、まあ、ドクター・パーシングを洗脳し直しちゃったってことで、まあ、おそらく、モフ・ギデオンでしょう、と、また,また合流して、リンジャインたちの脅威になるっていうか展開だとはおそらく思いますが、ちょっとそこがね、明確に、ね、明示されてないんで、ちょっと見てる側は、 なんかね、この、この1話見てて何なんだろうみたいなとこもちょっとありますが、あと半分しかないんで、ちょっとこっからエンジンかけてくるんでしょう。で、今ね、そうなんですよ。バットパッチがめちゃくちゃ熱くて、あっちのアニメシリーズの方がね。バットパッチがあと2話でしょあの、こっちマンドラリンはあと4話ありますけども、あと2話ですから、もう今結構盛り上がってきてて、めちゃくちゃ面白いんですよ、あっちが。で、どういう風に落ちをつけるのか分かんないような展開になってきてるんで、バットパッチ側が。ちょっと熱いですね。で、来週やって、再来週終わりでしょなんとにかくお願いだから、同時 単体にスター,ォースを同時配信のやめてくださいそんなもったいないで、だかちょっとこれ来週再来週はバッドパッチも集中してみようかなと思ってますけど、ま,あ、またマンダロリアンもねレビューを開けてこうとは思っております。はいあそうそうほんで、えっ、ー、とねダニエルズ、ダニエル・グアンド、ダニエル・シャイナートさん、えーとね、エブエブの監督、早速ねえー、とスケルトン・クルーか、えー、とジュード・ローンのドラマのね監督に決まってましたね。 さすがディズニー、お目が高いっていうか、手が早いっていうか、と思ったらなんかね、なんか実は結構前からオファーされてましたよみたいなこと言ってましたけど、まあどうなんですかね。ダニエルズが撮るね、スターウォーズドラマ、めちゃくちゃ気になりますね。まあ脚本は決まっちゃってるからね、どうしようもないと思いますが、なもうどういうね、ドラマとして演出をかけてくるのか、あのダニエルズがね、あもうおそらく爪痕を残してくるでしょう。ケルトン・クルーも楽しみでございます。 はい。というわけで、マンダロリアン第3話、第4話レビューでございました。またね、こうやってスターウォーズ情報はね、こまめに上げとこうと思ってますんで、よかったら高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。では、ありがとうございましたね。小脇キムンキーちゃんに、ね、ありがとうございましたね。すごい、おしゃ喋ってますよ。ありがとうございました。じゃあ、最後はね、あれでしみましょうか。すよ。ね、行きせーの。我らの道ありがとうございました。こちら、口もパクパクするんで口もパクパク。見えます